はい、皆さん、こんにちは、ジョーマジックです。本日はね、ジョマジの単独ライブの 第4弾のですすね最新情報を皆様にご紹介していいいきたいと思いますいやもうたくさんの方がですね、ご予約いただきまして誠にありがとううございますもうねあの、まだあと1ヶ月以上あるんですけれども、えー、お昼の会はね、もうあと数枚となっております。チケットですね。で、まだ夜の会はね、だいぶ残っておりますので、もしよろしければですね、あの夜の会に来ていただいた方がね、のんびりできるんじゃないかなと思っております。結婚式場とか、えー、福祉施設とかですね、まあ、あとは、えー、企業様のパーティーとかで普段ですね、マジックとかジャグリングやっており おりますのでえなかなかな、ね、で皆様にですねのは本当にないんですよね、はい、なのでこの機会にですねぜひ皆さん来ていただければと思いますでちなみにねほんと4月ぐらいからねほんとジョマジ超忙しくてですねあの今後あんまりねこの単独ライブできないかなと正直思っております下手すると1年間とか半年ぐらいねもうこの単独ライブとかできない可能性ございますのでぜひね皆さん今のうちにですねご予約いただきまして3月8日のね単独ライブ第4弾に来ていただければと思います なあと思っておりますはいということでまあ、チケットの情報とかは、ね、もうこんな感じなんですけれども、えー、一応ねあの特別ゲストの方がですね3名、えー、決定いたしました、はい、でこの方に関してですねまあ、詳しく今回はご紹介させていただきたいと思っておりますでまず1人目でございます、えー、ジョマジ単独ライブ第3弾にもですね特別ゲストで呼ばさせていただいたんですけれどもものまねタレントのです、ね、ウイいう先輩でございます えー、2019のですね、モノマネ王座決定戦とか、はい、もういろんな番組出てますからね、ういう先輩。もうおそらく皆様もですね、フジテレビとか、えー、あとはね、もういろんな番組で多分見たことあるんじゃないでしょうかね。もうほんとりんごちゃんに並ぶぐらいのレベルのね、あのうゆ先輩でございますから、今ね、もう本当人気絶頂のね、えー、方になりますから、ぜひね、皆さん。 見に来てみてください。もう、ジョマジの単独ライブのね、えー、ゲストはもうすごいですからね、いろいろね。はい、ということで。えー、まず一人目がですね、ウイウイ先輩でございます。はい。で、二人目なんですけれども、フィンガーダンスの、ナなりさんという方ですね。はい、フィンガーダンスのなりさん。ティックトッカー家ではあるんですけれども、えー、一応ね、今現在70万人ぐらいのね、あの、フォロワーがいます。もうめちゃくちゃ人気のね、えー、方なんですけれども、 えー、ナリさんがですね、なんと、え、ジョマジの単独ライブ第4弾に出てくれるということで、いや、皆さん本当にね、目の前でナリさんの演技見れることなんて本当ないですよ、マジで。えー、もう世界レベルの人ですからね、うんもう世界大会とかバンバン出て優勝してる方ですから、本当世界レベルの人のね、演技をなんと、えー、皆さん、目の前で見ることできますから、本当にね、来ていただきたいなと思います。 はい。で、3人目なんですけれども、えー、ビートボックサーのですね、u ックスさんですね。あの、ジョマジがね、以前ね、あの、結婚式場でのフラッシュモブですね。あの、スタッフがいきなりパフォーマンスし始めるみたいな、えー、そういう映像をね、投稿したことあると思うんですけれども、えー、その時のね、あの、ビートボックスやってた方でございます、えー。この方もね、デシーがたくさんいたりですね、あの、大会もめちゃくちゃ出てね、超有名なビートボックサーの方になっておりますのでね、ぜひ、この方の演技も見ていただけたらなと思います。 とということで、えー、今回ね、この3名の方が、えー、特別ゲストとなりました、えー。3人ともね、もうテレビとかもバンバン出てますしね、もう超世界的に有名な方ばっかりですので、ぜひね、あのこの方々の演技も 見ていただきたいなと思っております。で、もちろんね、ジョマジョもね、あの、本気のマジック、そしてジャグリング、皆様に、ね、お見せしますから、えー、ぜひね、来ていただきたいなと思っております。で、そのね、あの、招タイムが終わった後にですね、まあ、交流会ですね、まあデ、ディズニーの話でもいいですし、人生相談でもいいですしね、マジックの話でも何でもしますしね。であと、サイン会とか、写真会ももう喜んでありますので、ぜひぜひね、お楽しみに待ってい,ていただければいいなと思っております。 もちろん、ジョマジだけじゃなくてね、そのなりさんとか、ウいう先輩とか、ユーボックスさんも来ますから、はい、その方にね、ま、いろいろ相談してもいいですし、パフォーマンス目の前で見せてって言ってくれればね、もう優しくやってくれると思いますしね、もちろんサインも書いてくれますし、はい、写真だってね、いっぱい撮ってくれると思いますので、ぜひぜひですね、はい、ジョマジュの単独ライブ第4弾、3月8日、日曜日ですね、12時半から、そして18時半からとなっておりますので、 本当に来てください。はい。もうこの単独ライブ見逃したらね、あの今後いつジョマジュと会えるか分かりませんから、はい、マジでね、来ていただきたいなと思っております。はい。ジョマジュマでちなみにね、新ネタ3つぐらいプラスしてやる予定ですからね、うん、本当にもう特別な1日になることは間違いない人だと思っております。はい。ということでね、まあ、さらに詳しくはですね、下のコメント欄の一番上の方にですね、え、アクセス方法とか、あとチケットの ことに関しましてですね、載っけてありますので、そちらの方ですね、ご覧いただければと思います。はい。ということで今日はですね、えー、ジョマジの単独ライブ、えー、残り1ヶ月となりましたので、最新情報を皆様にご紹介させていただきました。それでは、終わりにしましょう。ジョマジでした。バイバイ。